ってた。やっただよ。やったで。ジモッティさんハートもありがとうございます。大阪のダサさんタコありがとうございます。またテロップかけないの？まあ、かけなかったんですけど、かけたんで大丈夫です。あんま気にしないでもらって大丈夫です。ジャマッティさんハートありがとうございます。やめちゃんじゃないの？あ、さっきの配信で言ったんですけど名前はまずいかなと思ってやめました。もうもう変わっちゃいましたさっきの配信で。はい、すいません、ちょっといちいち説明するまでもないかなと思って言わなかったんですけど、そういう感じです。声がガサガサです。ちょっと寝ました。あ、ちなみに先に言われると思うので先に言っときます。ご飯は食べてないです。ニコラさんハートありがとうございます。なんかあんまお腹減らなかった起きたら。だから起きてからはちょっとやることやって、そんなこんなして今ここにって感じですね。リップいい？リップはセザンヌのこれ105番。こんな色まんまやん。これです。マジ声ガサガサなんだけど。あー、これしたらね音が良くない？これいくよ。違う、ちょっと違うな。いい音じゃないこの音が。ルージュみたいな音。大阪のタサさんハートありがとうございます。タタシさんハートありがとうございます。ビワップ団長さんだるまありがとうございます。コウメンさんハートありがとうございます。何色なんだろうねこれ。すごい YouTuber みたいな音しよう。ここに出すの。いやー、こんな色だ。割とまんまじゃない？なんかね、YouTuber さんはね、ここにね、出すの。かっこいいの、それが。おぉ。お、いい音。見て。かっこよくない？こっちは塗ったの。同じ種類だけど。赤茶みたいな色？なんだよねー。塗ったんだよね。ね、こうやってティッシュオフしてもちょっと色が残りますってこと伝えられる。え、色残るんやねこれめっちゃ。そう。孔明さんハートめっちゃたくさんありがとう。ありがとう。そう。私あとね、いつも使ってるやつね、急いで閉めたらねここが割れたの。どうやってわかるんだろう。ん？ここが割れたの。見れないからやめとく。それじゃやめとこ。そう。割れちゃってすごいショックだった。めっちゃ悲しい。ショック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 。サッカー見てないからわかんない。楽しいサッカー見てるの。私サッカーの副音声くらい、サッカーの副音声の解説の人よりも静かやけん絶対。コウメンさんハートありがとうございます。そうよ、私はうん、今ペンの音出そうと思ったら小指に点でつけちゃった。
やだ。やっぱちょっとさっきのが高くていい音やね。そう、私はキャップを閉める音も結構好きですね。ジモッティさんハートありがとうございます。コンベさんもハートありがとう。そういろんな、ね、音がいい音って感じの音はね、世界にいっぱいあるんですね。なんか最近知ったんですけど、 ASMR っていい音を立てるのは ASMR ではなく、目的にも気持ちいいものも ASMR と言うんですか。その噂は本当なのかな、どうなんだろう。車窓を聞いて知らなくてびっくりしました。こんばんは。だってはじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。お星様とカウントとフォローよろしくお願いします。お願いします。そう、で咀嚼音が嫌いというか好きじゃないので、でも人が食べてるのを見るのはなんか好きなんですよ。だから私は無音で食べ方が綺麗な人の動画を見ますね。なんか口いっぱいに詰め込む人もあまり好きじゃないので厳しいんです私多分結構。だからなんかね、一口が小さすぎてもなんかいっぱい食べてる感じがしつまんないから、常識的な量の一口の方の動画を見るのめっちゃ好き。でも音は絶対つけません。無音で寝る前にうとうとしながら見るのがまあなんかすごい、まあ寝れますね。結構おすすめですね。いつインタビュー見てきたよ、ありがとうございます。まだ見てない方はぜひ見てください。最近絵を描いてるの見るのが好き。え、わかる。私も油絵、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 どっちだろう、油絵を描いてるの見るのめっちゃ好きなんですよ。それをめっちゃね、あのポケーって見てると寝れます。猫キャットさん、お星様ありがとうございます。大食いの人無理な感じ。大食いの人は全然無理じゃないよ。ただ一口が大きくてなんかこぼれ、あーこぼれちゃうみたいな感じのことされるとちょっとなえってなっちゃいますね。ゆかりんさん、お星様ありがとうございます。すごい、サッカーが勝ったってみんなが教えてくれました、ありがとう優しい。みんな声ガサガサすぎです。でも私のやつあんま見えなかったね。私のやつ使ってるの。ゆかりんさん、お星様ありがとうございます。そう、みんなね、あれめっちゃ寝落ちしちゃうよね。油絵は気持ちいいですね。なんか最初はただの色と色なのに、だんだんこうサッ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 ってやってて絵が完成するの見てると、えめっちゃなんか落ち着きますね。食レポとかで食レポとかでお箸綺麗に持てる人好感が持てる、なんか結構言いますよね。なんかの時に見たんですけど、なんか自分の男性目線、自分の結婚相手に求めるとは何ですかみたいなやつに、お箸が綺麗な人みたいなことが載ってるっていうのを見ました。へえと思って、それでなんだろうね、なんかそうなんやと思ってでもお箸はさ、矯正したら誰でも絶対綺麗に持てると思うの。私的にはね、分からん、私もお箸の持ち方が綺麗だからかもしれないけど、自分で言うのもどうかと思うけどね。そう、もう厳しかったからちゃんとモテるからかもしれないけど、みんなモテると思うんだよね。なんか矯正のさあるじゃないですか、お箸、あれ使えば多分みんなできる気がする。川波に女性の歩き方が重要ですいいね、川波にって書いてるのがもういいよ、正直ですごくいい私も結構歩き方は見ちゃいますね。自分でも歩き方を4パターンくらい使ってて
その時の気分で歩き方変えるけど、なんかねすごい顔可愛いのになんかすごい前のめりでね、人ね見ちゃうよね、なんかガン見しちゃうの、ついついガン見。でもやっぱなんかガン見されたらちょっとさ怖いしさ、おっと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 ってなるじゃないですか。だから気をつけようって思ってますね、私の場合。逆にそう、なんかでもなんか自分の癖ってあるじゃないですか。なんか自分では思ってなかったけど、やっぱ癖って自分で気づかないのがほとんどだからさ、それ本当に嫌なんですよね。なぜに2センチ、私のプロフィールを見てほしいんですけど、私プロフィールが158センチなんですよ。だから2センチ足すと160センチですよね。私は160センチを目指してるので2センチ伸びてほしいです。でもちょっと考えたら分かっちゃうくない？そんな難しい理由じゃないよ。普通になんで2センチってなったら大体理由そこだよ。そうだからね、それくらい伸びてほしいなと思いますね。人間観察得意なんですね。得意ではないと思います、あんまり。好きなのかな、多分。どうなんでしょう。ポンヒラさん、ありがくまです、ありがとう。週入りを目指す、週に入れるね。私はそれをやられるとちょっと困っちゃうから言わないでほしい。普通に自分的に160センチ欲しいなっていうだけだから。そう、みんなその話題出すとね言われるんですけど、でも分かんないじゃないですか。別にメンバー募集してないかもしれないし、ちょっと気まずいからね、私も入りたいですとも言えないし、いや入りたくないですとも言えないし、困っちゃうのでね。チャッピーさん、ハートありがとうございます。ニコラさん、星ありがとうございます。ファンの人よく観察する？いや、ファンの人は別に観察しないですね、そんな合わないし、うちら、うん、ファンの人は別に観察しないです。街中の人とかで、そんな別に人間観察をしますみたいな感じのタイプでもないです。目に映ったら見るくらい、うん、ですかね。ショールームのプロフィール150なんだよ、変わってないんじゃないですかね。私はそれを変える権利ないので、ちょっと私に言われてもちょっと困っちまいます。はい、あのショールームじゃなくて普通の公式プロフィールを見てほしいです。新しいネタ作るわけにはプロデュースの、なんでかわからん。なん突然その話になったかわからん。そんなことはしないと思います。どうなんでしょうかね、ちょっとわかんないですね。多分それも私がいや作るって言ったら作れるわけでもないと思うので、ええ、困っちゃいます。真ん中くんに身長を測るやつあんの？あります、あります、時々測る。伊藤ごまさん、ハートありがとうございます。時々測っちゃいますね。あんま身長は変わってないんですけど、なんか身長を測るって楽しいじゃないですか。だから身長を測るやつは使っちゃいますね。チャッピーさん、ハートありがとうございます。ジモッティさんもハートありがとうございます。竜巻さん、ドラマありがとうございます。あ、アクリルさん驚きましたか。皆さん大事にしてどっか連れてってあげてください、私を。はい、ネコキャットさんもハートありがとうございます。おー、すごい、皆さんがたくさん投げてくださる、ありがとうございます。すごい、ネコキャットさん、チャッピーさん、めちゃたくさんハートありがとう、ありがとう。黒いよ。黒いよ、画面が。そう、あの夏のさ、浴衣のさ、アクリルスタンドさ、皆さんツイッター見てくれました、書いたんですけど28センチもあるんですけど、びっくりするんだが。すごくね、28センチって言ったらさ、いいところに、これが30センチなんですよ。だからこんくらいだよ、顔面よりでかいんだけど、すごい大きい、びっくり、やばくない、こんくらい大きい。ここ
まで光ると全部入んなくない？すごくない？ぜひチェックしてみてください。でもほんと多分こんなでこんな大きいさ、あのおもろいこともうこれから先ないと思うんだ多分。だからぜひねゲットしてください。その時懐かしい、これ昔ここカタ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 って言ったけどもならなくなっちゃいましたね。超面白い。28センチって見た時目ん玉飛び出るかと思ったもん。でかないと思って。大阪のターサーさん、チャッピーさん、ハートたくさんありがとう。猫キャットさんもならばありがとう。 それと直筆サイン入りポストカードということでね、皆さんがたくさん注文してくださったら私の腕が疲れますってなりますね。楽しみですね。皆さんぜひゲットしてください。多分本当にこんなでかいのないと思うよ。ぜひゲッチュしてください。でもね、なんか結構ちゃんとした女なんですよ。やっぱでかいし直筆なんで。でかいね、とにかく。受注やしね。チャッピーさん、ハート。ありがとうございます。若にゃんを検証縁にしたい。いや、普通の嫌がらせやん、その言い方やと。言い方的にめっちゃ嫌がらせみたいになってない？いじめられてます。伊藤駒さん、星、ありがとうございます。そう。でもみんなも検証縁になりそう、ずっとこうやってボタンを押してたら。みんなも検証縁になりそうで心配したいです、私は。アクスタって持ち歩くのが本質だと思うので、禁煙。え、なんか首とかからかけてよ、もう。もうかけてもらって、なんかアクスタってテレビの前とかに置くじゃないですか。はい、テレビの前とかに置くじゃないですか。いやテレビ見えんくなら28センチもあったら心地よい検証に幸せな検証にどういうこと、もう感覚がおかしくなっちゃってるんだよね。猫キャットさん、ハートいっぱいありがとうございます。竹谷さん、誰もありがとうございます。みんなすごいよ、もうみんな腕痛いでしょ絶対。だってこんなさ1時間に1回くらいの頻度でさ500回はボタンを押すわけじゃん。しかも1個ずつじゃなくて10連で押すわけじゃん。みんな10連でやってくれるやん。やばいと思う、本当に本当にすごいわ。みんなありがとう。竹谷さんも誰もありがとうございます。大阪のお母さんさん、星ありがとうございます。トリッピーさんも欲しい、ありがとうございます。違う、トリッピー母さんありがとうございます。ママニコラスさんもハートありがとうございます。チャッピーさん、タコありがとうございます。なんかさ一時期さ私がタコって言ったらみんながタコ投げるみたいな謎風習あったじゃないですか。なんかそのせいでさ大体たこ焼きの話しちゃうから、たこ焼きの話したらタコ見てたのずっと。したらさタコ見たらたこ焼き食べたくなってきちゃいました。あの犬のさなんだっけ、なんとかの犬実験忘れちゃったけど、あのご飯をあげる前に何かするようにしたらその何かをした時にご飯だと勘違いしちゃうみたいな現象、あのそれが起き始めてきちゃって、私最近たこ焼きめっちゃ食べたいんだけどなんだっけ、あみんなもなんとかロフって言ってるけど、そのパブロフ、パブロフの犬だっけ、そんな名前だったっけ、その実験みたいになっちゃった。もうめっちゃたこ焼き食べたくなっちゃいました。もうどうしたらいいんですか、はい、ニコラさん欲しい、ありがとうございます。この前ハルトンとご飯行ったらね、そうですね、ハルトンさんだけじゃないんですけど皆さんって。伊藤駒さん、タコありがとうございます。ビンバップ団長さんもタコありがとうございます。いやな、もう本当にタコそう、なんかあのね最初はマルさんと私だったんですよ。で、あそうだ、ハルタンさんを誘いましょうよってなって、なぜかハルタンさんを誘って、そしたらこういろいろね、あの人も誘っていいですか、あの人も誘っていいですかってなって、すごい大人数になったんです。キジリちゃん見るたび沖縄行きたくなるんですけど、これもですか、
もうそういうことにしちゃいましょう。タコパしたいですね、タコパしたいねって話はもう結構何人かとしてるので、このイベントが終わったらタコパする可能性は大ですね。皆さんは今これ私がタコを食べているんだと思って悔しい思いをしながら、皆さんもタコを食べてください。大阪のターサンさん、タコありがとうございます。吉坊さんもタコありがとうございます。ももこさんハートありがとうございます。ニコラスさんもタコありがとうございます。こんばんは、はじめまして。ぜひお星様とカウントとフォローよろしくお願いします。そう、タコ祭りはありますか？私はしません。そうなんですよ、美味しかったですね。もうその次の日くらいにはもうまた集まりたいねって話をしてましたね。そう、私はアイスを置いてきてしまったので食べたいです。泣きながら一人でタコ食べます。悔しいくらいか食べとくわ。皆さん食べてもらって、涙の味ですね。いつもよりちょっとしょっぱい、素敵な表現でよろしくお願いします。大好き。なんか悲しい時にさ、いつもよりちょっとしょっぱいでこう涙をちょっと匂わせる感じの表現、私は好きです。今タコ高くない？タコ高いの？タコいくら？ご飯まだだからお腹空いちゃった。私もお腹ペコペコ。やっぱご飯食べればよかった。なんで食べなかったんだろう。超反省してる。ショック。声でかめ。遠藤さんハートありがとうございます。あ、めっちゃハート綺麗なんだけど、見て、めっちゃハート綺麗ない？綺麗なハート。 100g250 円くらい高いん？いつもはもっと低いのかな。100円くらいかな。タコ結構高いのね。でもやっぱ大葉に比べたら安いって来ました、大葉高くね理論。大葉ってちょっと高くない？やっぱり、やっぱり高いよね。一晩経っても高いなと思うもん。1枚10円はちょっと高いよね、大葉なのに。美味しいから許すけどさ、美味しいから買うんだけど高いよね、ちょっとね。サイン猫キャットさんありがとうございます。に伊藤駒さんありがとうございます。ありがとうございます。明日の配信のこんな感じはどうかしらっていう案を次の枠までにもらえたらちょっと嬉しいです。突然で申し訳ないんですが、間違えた。できた。はい、今回の枠の1位2位3位はこの方々です。ありがとうございました。他の方もたくさん見に来てくれてありがとう。ありがとうございます。はい、グッジョブ。はい、明日は一日 OK です。ダメだったね、この時間ダメって言うのではい、皆さんありがとうございました。たくさん指をね温めてください。温めるのかな、冷やすのかな、どっちだろう、分からんが、ありがとうございます。すごいあっという間でしたね。ありがとうございます。次の枠で明日の時間を決めるので、それまでに案をくださると嬉しいです。明日は一日送りたいなと思ってるんで、皆さんも甘いものか、お酒飲めたお酒、お疲れ様。3時半です。こっちは正しい。